利根川先生、会長がお呼びです。わかった。利根川幸男、唯一の壁、それが彼が勤める企業、帝愛の皇帝、独裁者にして暴君、会長兵頭和隆。失礼します。退屈、つまらん、うんざり。利根川、本能的に悟る。この状態の会長が次に言葉を発するとき、開く修羅への道、底なしの沼、死神が降臨する地獄の門。テレビも映画も音楽も全てエセ。やれ愛だの恋だの、一人じゃないだの、まあ、会いたいだの、やっぱり会いたくないだの、結局会いたいだの、切りすぎた前髪だの、タイトなジーンズだの、ねじ込むだの。ゾー大スマカイスマ、人間の本質を分かっとらん。贋作、まがいもの。わしは本物が見たい。特等席で人間のどす黒い感情を際の際、本性、破滅、絶望、そして死、それこそが真の娯楽、愉悦。そうは思わぬかのう、利根川よ。はっ、思います。かかか、ならば開く地獄の門。企画しろ。血湧き肉躍る狂宴、わしの細胞を活性化させるようなクズどもの命の取り合い、死のゲームじゃ。かしこまりました。利根川、週末を前に晴天の霹靂。